一方、全日本は2回シリーズ初のスタメン出場となった4番山本浩二が全米先発ウィットのストレートをレフトスタンドへ、全米チーム初のホームラン。山本の引退が惜しまれる一発で全日本が3対1と2点差にしました。ところがこのハーシュハイザーに思わぬ落とし穴が待ち受けます。スタメンでマスクをかぶっている日本ハムの田村、田村はハーシュハイザーのカーブをレフトスタンドに先制のソロホームラン。59イニングス連続無失点の大リーグ記録を更新中、ドクターゼロの異名を持つハーシュハイザーから奪ったホームランとあって田村は自分でもびっくり。ハーシュハイザーはこれに奮起して予定より1イニング。そして続くバッターは6番の真弓。試合前に移動で疲れたよと言っていた真弓ですが、初球を見事にレフトラッキーゾーンへのツーランホームラン。全日本はようやく2点を返しました。しかしアメリカは長身ランディ・ジョンソン、そのジョンソンに打線好調の全日本は初回から襲いかかります。との秋山を二塁に置いて落合がこのシリーズ第1号となるツーランホームラン。幸先よく全日本が2点を先制します。この辺はね、足をで攻めていこうという気がありましたね、日本はね、はい。そしてツーアウトバッター落合、ダリー先発完全試合男マルチネスから先制のツーラン。もうこれはね、落合このポイントしかないというところで打ってますね、はい。やはり全日本の第1号ホームランが落合でした。技あり。ちょっとまだまだこう投げてもらいたいという感じだったんですが、3回でマウンドを降りました。この清原選手に一発欲しいです ね、 ですね、狙ってほしいですね、次のボールあたりね。ノースリーから打ったレフトへ、大きい当たり、飛距離は問題なし、ホームラン清原。日米野球清原初めてのホームランです。もう打った瞬間ノースリーから対応を残してレフト、飛距離十分、清原らしい豪快な一発でした。5対1。江川さんがおっしゃったその瞬間出ましたね、まあ、でも清原選手は相手が強くなれば強いほど燃えるっていうんですか、はい、ここを一番での集中力というのはすごいですね。完璧に捉えました。メジャーに飛距離負けてませんよね。負けてませんよ、ガラダーガの打球と比べてみても。さあここから日本反撃開始でしょうか。回は7回の表です。カウント1&1、2打席目にヒットを打った松井。ライトのフェンスを越えて落下、ホームラン。ついに打ちました。日米野球でアーチを見せました松井。これは嬉しいベース一周でしょう。しかしレギュラーシーズンよりはちょっと早いペースで今ホームイン。ライトスタンド上段、しかも高く上がったホームランでした。槙、ね、原さん、いかがですか。もう日米野球史上に残るような飛距離じゃないですか、日本選手で言えば。確かに ね、そしてまた高さがありましたね、今のは、ね。先ほど重いボール使ってたって言ったんですけどね、うん、それを引いたらもっと飛んでたでしょう ね、違うボールでしたら、いや、しかし見事ですね、これは。素晴らしいですよね、飛距離も申し分ないです、続く2回、波に乗る全日本は満塁として3番松井。完璧に捉えた打球はライト中段へ。メジャー顔負け、松井の第2号満塁アーチで全日本が6対0とリードを広げます。その一浪を置いて松井のどでかい右中間ホームランで3対1逆転。シドニーオリンピックで日本の4番を務めた中村紀洋、そして近鉄バファローズでホームラン、そして打点の2冠のタイトルを獲得しています。いい当たりだ、中村豪快。このシリーズ
ノリヒロ、パリーグのホームランキング、豪快なスリーランホームラン。いや素晴らしい当たり、左中間の上段まで行きました。今日は全日本の打棒爆発、中村スリーラン、8対1になりました。レフトのバリーボンズも全く動けませんでした。いやータケさん完璧ですね。ボールが先行してボールが高い、ね、そうですね。ですから狙いすまったしました、こうバッティングしましたね、はい。さてこの日米野球第1戦、ペニーから今岡がホームラン。が本当今日はですね、自分の頭に浮かびましたよ、ですからエンジェルスのそういう細かいねバッティング、当てるバッティング、うまいバッティングが出た。やりましたね。ホームランだ。小技の後は大技だ。徳坊が放ちました大きな一発。福岡ドームの声援が地元大英の徳坊の飛球をさらにさらに後押ししました。小技あり大技あり、強い日本6対2。秋山さん、はい、ここがファンの人もいるときですね、またメジャーリーグの方にもかなり印象を当てたんじゃないですかね。いやなんかこれだけ活躍してしまうと嬉しいような心配なような、大丈夫でしょうか日本は。なんかねえどんどん連れて帰られてしまいそうな。いやこれはまたフリーエージェントの事件大変ですね。ね、日本のファンとしてはそんなに力出さなくてももういいんじゃないのっていうぐらいこのなかなか決まりない、でまあ、カウントトリック、ストレート系をしっかり、はい、追っつけたり、そういう形で打たれてますのでね。大変だなと思って今見てるんですけどマウンド立った時どんな気になりますかやっぱり。もうこのバッターに集中したいんですけど、なかなかできないですよね。やっぱり次も考えてしまいますから、あそこまでね考えてもらえるから、中村典弘2試合連続のホームラン4対1。竹内さん、中村絶好調、ちょっとね踏み出した時に腰が開いたかなという感覚があったんですけど、左の肩が残ってましたね。素晴らしいこう粘りのある中村選手らしいその状態の強さっていうんでしょうかね。ライトに持ってって一郎が見送るだけ、一点すかさず返しました松井稼頭央のホームラン。この日米野球でも特にアメリカの選手関係者マスコミにも非常に評価が高い松井稼頭央ですけれども、山下さん、はい、この左の長打力というのが特に今年目立つんですよね。そうですね、もともとは右の方はパワーがあると言われていたんですけども、やっぱり今のなんかも結構難しいいいコースに来てますよ。そうですね、非常に軸がしっかりとしてコンパクトに振ってますよね。野手はその部分が土の方がいいんでしょうけどね、足の踏ん張りとかそういうところも見どころの一つですから。ツーアウトランナー一塁、バッター松井稼頭央、今度レフト、今度は右打席、左右両打席で今日はホームラン。
2点を返します日本。変わったばかりのスタマン、ショーエンワイスからまた松井選手の話をすぐに話を聞きたいんですが、ツーアウトですから、まあ、この回の攻撃が終わった後になるでしょう。さあ見てみましょう。逃しませんでしたね。ですね、見逃せばボール内の高さのボールですけどね。佐々木さん、はい、これでアメリカの中での松井和夫選手の評価ってのはまた上がりそうですね。いや、すごいですね。ですから、あの2002年ワールドシリーズで勝ち帰りましたよね、僕にね。そうしたらもう、さあどうだ、この打球はライト下がっていった、下がっていった、見送って、見送って、記録一発、このシリーズ、全日本チームから生まれた初めてのホームラン、なんとかの広い札幌ドームで見せました。松坂も立ち上がって見つめます。ゲーロットがフランシスコ・ロドリゲスからホームランを打ちました。佐伯4点目が入りました。全日本よく打ちましたね。そうですね、いや立派ですよ。いや、ね、自分で打つ方がいいです。1点をね、自分で打って失ってますからね、取り返しましたよ。できるんですよ。アメリカ代表のメンバーでした。今日マスクをかぶっているブライアン・シュナイダー、こちらは5点リードしています。メジャーリーグ選抜ライアン・ハワードの2本のホームランが飛び出しています。おい、この打球は伸びていくぞ。里崎のホームラン、日本反撃、里崎にツーランホームランが飛び出しました。ツーアウトからアローヨが打たれました。今年の日米野球日本第1号ホームランは里崎です。よく打ちましたね、こう緩いボールカーブを見せられて、この反応が良かったですね、インサイドのストレートね。栗山さん、WBC の時もそうでしたが、本当に国際大会でパワーヒッターぶりを里崎選手は発揮しますよね。本当にね、あのここ一番の集中力というかね、反応というかね、まあ、余裕ももちろんあるんですけど、いやー、うまく打ちましたね。